こんにちは、シェア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日は8月前半のトマトの栽培重要ポイントを紹介していきます。トマトの栽培ももう終盤となり、ほとんどの方は栽培が終わる時期となります。今日は終盤にどんな作業が必要か、秋まで伸ばすためにどんな作業をすべきかをご紹介していきます。最後にご質問にも回答していきますので、最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在のトマトの状況です。時々強い雨が降ったりしてですね、水をトマトは吸い上げる力が強いので、見えますか、このようにこう割れてしまうことがあります。またタバコガの幼虫にやられた後だと思います。穴が開いてますね。もう上の方もだいぶ青いトマトが少なくなってきました。一番先端は止めてあります。止めたすぐ下からは脇芽がまた伸び始めています。さらにその隣のトマトも止めてはあるんですが、脇芽がやはりこのように伸びてきている状況です。今ご紹介しましたように、このトマトはこれまで順調に育ってきました。2本仕立てで仕立ててありますので、二股に分かれてこう上がっているという状況です。そしてこれを秋まで持たせるための作業についてこれからお話します。まずですね、下葉でこのように傷んできた葉はですね、刈いてしまいましょう。こうもう実が十分熟していますので、こういう実は早く収穫します。このまま置いておくと、先ほど紹介したように雨が降ったりするとあっという間に割れてしまいます。これはこのままずっと伸ばして上で止めたんですけれども、トマトは脇芽を全部切ってしまうとですね、株の勢いがなくなってしまいます。止めることによって脇芽がどんどん出るんですけれども、その脇芽をどんどん摘んでしまうと伸びるところがなくなってですね、やがて株として枯れてしまいます。それなので、できれば中段以下のこのような芽をですね、育てると花も咲いていますので、秋にこれが実をつけて収穫することができます。そのためには当然追肥も必要となってきますので、月に一度は追肥をするようにしましょう。このように枯れた葉、あるいは病気にかかってしまったような葉はカットします。これもこんな病巣が出てますね。ここまでカットします。こうすることによって下の部分の葉なので、泥はねなんかの影響を受けやすく、病気になりやすかったんですけれども、切ったことによってそれが防げます。次にお酢を与えることです。お酢を葉の表面に散布すると代謝が良くなって健康な葉に育ちます。そしてもう一つ、お酢の使い方として、根に与えるということです。根は根酸といって、肥料をこう溶かしながら進んでいきますけれども、夏疲れてしまうとその根酸が出にくくなります。それを補給するのがお酢です。お酢は別名根酸補給水と言います。それではやってみましょう。まず葉面散布からやってみます。上の方からですね、このように全部の葉に裏も表もかけます。このような蓄圧式のスプレーがですね、使いやすいかと思います。時間帯はできれば夕方がいいです。希釈倍率は葉面散布の場合だいたい400倍前後が適当かと思います。また根に与える場合は200倍に希釈して使うといいと思います。トマトは根がですね、奥までこう張りますので、マルチをしている場合はこのように穴に入れてですね、奥の方にもやるようにしてみてください。次に台風対策です。8月になると台風が多くなります。8月ですと2メーターくらいの高さになっておりますので、大風が吹くとこれが支柱ごと倒れてしまうということになりますので、その対策をこれからやってみます。使用する資材は150センチの支柱、それから60センチの支柱があればその方がいいんですけれども、今日は90センチ支柱を2本使います。で、支柱は3本です。そしてこれらを縛る麻紐ですね、これだけを使います。90センチ支柱をこのように斜めに渡します。そしてここは麻紐で縛ります。次にバッテンになるようにこれを止めます。そしてこの間に150センチを差し込んでここを取ります。そして最後にしっかり入れます。これをこうすることによって、多少の台風程度の風でしたらしのげると思います。最後に質問コーナーです。
トマトの実を柔らかくするコツの動画に質問をいただきました。食べ頃かなと思ったら5個ほどトマトの凹凸がふやけてました。これは食べられないものなのでしょうか、来年のために教えてくださいという質問です。おそらくこのようなトマトを言っていると思うんですけれども、こちらは熟しすぎですね。もうふにゃふにゃになっています。こちらちょっと色がまだそれほど赤くなっていないんですけれども、やはりふにゃふにゃになってしまいました。これはおそらく太陽光線がですね、強すぎて赤くなる前に中だけが熟してしまったというとちょっとおかしいんですけれども、そういう症状が出てしまったということかと思います。食べられるかということなんですけれども、こちらの熟しすぎの方はですね、生で食べるとちょっとぐじゃぐじゃした感じがあるんでいただかない方はいいと思うんですけれども、これを一旦凍らせて、そして水につけて、そうすると皮が剥きやすくなりますから、皮を剥いて料理に使うということですね。例えばトマトペーストとか、そういうものに利用できるのではないでしょうか。今日は8月前半のトマト栽培の重要ポイントをご紹介いたしました。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ディエットガーデン三鷹高畑でした。それではまた。